ララソンはスペイン・マドリードで発行されている日刊誌。使名は道理を意味する。発行部数はスペインの日刊誌として第6位、マドリードの日刊誌として第4位。カタルーニャ州バルセロナ、ムルシア州ムルシア、アンダルシア州セビリア、バレンシア州バレンシア、カスティーリャイ・レオン州バリアドリットに支部を置いて地域版を発行している。 1976年から1983年まで EFE 通信社に勤め、1983年から1997年まで保守系 CABC 氏,氏の編集主幹だったルイス・マリア・アンソンによって、1998年にララソン氏が設立された。所有者はグルーポ・プラネータである。スペインの首都マドリードに本社を置いている。紙面の編集方針は自由経済や、 保守的社会を施行している。立場は、ウ派ハとされる。世界新聞協会によると2003年には14万部を発行していた。2008年には153,024部。2009年には124,284部。2010年には118,466部。2011年には10万3,789部を発行していた。オジドによると、 2010年7月から2011年6月までの発行部数は109,166万9部だった。ララソン氏は一面のデザインで国際的な注目を集めており他のメディアに登場したり SNS 上で大きな議論を起こすことがある。2012年5月9日の紙面では教育予算の削減に反対して抗議するために参加した5人の生徒の顔写真と生命を掲載して 悪い生徒、抗議者という見出しをつけたことから、各分野からの大きな反感を招き、フランスのルモンド氏に批判された。学生組合は、ララソン氏を訴えることを決定している。2015年11月のパリ同時多発テロ事件後、ララソン氏は、カナダ人宿教徒のビアランダー・ジャブルを、テロの首謀者の一人と誤認し、ジャブルの写真を紙面に掲載したが、後に誤りを認めて謝罪している。 ありがとうございます。